That's what the POW stands for. Paradise of War. POW. Paradise of War. Yes, yes. アウシュビッツの音楽隊 NHK のねドキュメンタリーでね死の国の旋律っていうあの番組をやってたんですよ。アウシュビッツに音楽隊があるっていうのは初耳だったのでね、こんなんがあるんだと思って見てたんですよね。でこのアウシュビッツの囚人となったユダヤ人の音楽隊の3人の女性のこう会話形式のあのものだったんですけどね、まあその人たちはその後もねあのもう閉じこもりになったりこの音楽恐怖症になったり、はたまたこの同じ生存者であってもねあの音楽隊はちょっと一ランクこう優遇されてたので、あの他のあのアウシュビッツの生存者からこうナチス寄りっていうんでのけもんにされてて、同じようにこのこう傷をいたわるということからは外されてたような歴史を知ったんですよね。ほんでうわかわいそうにと思って、この人たちはこうあの解放されてもこういう苦しみがずっと待ってたんやなということを知って、これは誰かが真ん中に入って弁明してあげて仲を取り持つっていうかな、そういうふうなことをしてあげて初めてねこの人たちは浮かばれるし、こうお互いにあの手を取り合うことができるんじゃないかなと思ったんですよ。だからそういうふうにしてあげたいなって思って、でとりあえず寝たんですよね。まあ、子供がね小学校6年生になって大人サイズのバイオリンを買わなきゃいけなくなって、5本のうちのどれがいいって言ってあの並べたんですよ。で5本のうちずっと引き合わせていって、最後のドイツ製のボロンボロンのバイオリンをこれがええって言うんですよね。そしたらこのバイオリンがドイツ製 の1924年製かな、のポール・ロチェネフェル作っていうのを初めてこう見て知って、ほんで1924年って言ったらややこしい年やな、このドイツと思って、バイオリンは一体どっから来たんかなと思った時に映像がねダーッと降りてきたんですよ。ずっとほなけん降りてくるまんまにダーッと書き綴っていたんですよ、汚い字でね。もう本当にねこれあの映画を見てるがごとくダーッと降りてくるんですよ。で帰って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 、まだかいなと思って帰ったら朝になったみたいな、これが終わるまで90日かかったんですよ。ほやけん90日間の間一睡もしてない、ほんまにそうなのよ。子供もお母さんもええ加減にな、ねなんだ体壊すけんやめって言うて言うた時に、私がバッと振り返った顔が恐ろしいと思ったらしくて、なんかやっぱ取り憑かれたような顔だったらしい。精神科的にはね憑依現象というらしいんですけど、日本でいうと神がかりっていう、そういう物語だったのかなっていうのを証拠するためにアウシュビッツに関係ある本は全部読んだ。ほとんど合致してるんじゃないね、書いたもんと。不思議で不思議で、これは絶対世の中にねあの出したいからと思って、で自費出版した。あのこれすごい感動したけんっていうんで、これをたまたま当時のこの文化庁の長官にね渡してくださったんですよ。日本の国からあのいいコンテンツをハリウッドへっていう、なんかそういうこの政府の政策があったんですよ。でこれを推薦しようっていうことになって、それでザ・バイオリンというのがこの政府の翻訳会社で出版できたんですよね。何冊か送ったのでこう歩いていった、はい、
この坂東収容所のところは、これはよしこが勝手に作ったもんだろうって言うから、え、違います、これはあるんですよって言って言ったら、わざわざニューヨークからね行くって言って、ほんでわざわざね坂東収容所見に来たんですよ。すごい感動してね、この世の中にねこんなところがあったんだって言ってね、戦争時代にね相手国とねこんな友好をね築けたような場所があるって信じられへんって言って、でもこれは本当に確かにあったんだって言って、坂東収容所で起こった中の平和っていうのはね、慈愛と尊重、それとあと許し、世界でねこんな小さな場所だけど、確かにこの場所が私たちの目の前にあってね、でそれが2年か3年間の間あった、その2年か3年が1年ずつ伸びたらこれは永久になる、でこの小さな土地がちょっとでも大きく広がったらそれは世界の土地になっていく、まあそういうことをこの中のクラウスかな、は言いたかったということなんやけどね。たまたまがあまりにも重なりすぎとうぞみたいな、やっと角川でね、はい、で出たの。すぐにこっちの帯になって課題図書出版、課題図書で出ることになったんですよね。バイオリンですか？アベマリアのバイオリンのモデルバイオリンです。ドイツ製の、1924年シュティッツガルト、ポール・ロチェノ・ネフェルの作品ですね。サザビーズっていうイギリス の有名なオークションで落としたやつなんです。サザビーズっていうところはこのナチスの所有物、まあ競売にかけないっていう原則があるんですって。これと作者来歴の不明なもの、その2つは絶対受け取らないというものなのに、このバイオリンは来歴が全然わからないんです。で来歴がわからないのに出展されてて、それでたまたま音が良かったのでこれを仕入れたらしいんだけど、そもそもこれだけしかわからないっていうのが不思議で、何か隠されてるんだろうなっていうところから、ナチスのもんでなかったんかなということまで考えたらしいんです。本当のこのユダヤの囚人が使ってたバイオリンっていうのはね、そもそもこのドイツ人が嫌いだから、ドイツ製のバイオリンっていうのは持ってなかったらしいんですって、はい、持ってきたからそうなんかなと思って変えたんやけど、はい、まあドイツ人がくれたバイオリンだからドイツ製なんよね、はい、そうですね、これがひょっとして出してほしいっていう意味で、そういう物語をバイオリンの来歴は何だろうなって思った時に、そういう物語が頭の中に降ってきたんかもわからんね。そうですね、すごく物語が合いそうですね、このバイオリンには。でしょう、はい、なんか不思議なんですよ。なきゃ出してほしいってこのバイオリンが言ってるんかもわからん。